日立ね、ちょっとあのよりもちょっと詳しい方、ちょっとやってみましょうか。はい、はい、ちょっと僕噛みそうなんで、ちょっと代わりに専門のちょっと、モロさんを、お呼びしたいと思います。はい、じゃあモロさん、すいません、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんにちは。おはようございます。今ですね、会場の中に小野くん環境大使、親善大使とかっていうポスターをあちこち掲げさせていただいて、掲載させていただいていると思うんですけども、それは何だというところで、ちょっと簡単に抜けを説明したいと思います。小野くんは、まあ、ご存知の通り、震災に何もなくなったところから、ゼロからいろいろ立ち上げてきて、まあ、こうやって皆さんに応援していただくような環境を作ってきました。で、その中でいろんな気づきがありました。でその気づきを、皆さんに、お伝えするような、そういったことをやりたいということで、3つの環境ということを何らかの形で伝えていきたいなというふうに考えていました。それはその勉強するだけじゃなくて、実際に行動につなげる、そういうアクションにつながるようなことをやっていきたいということで考えています。で3つの環境って、1つは自然とか環境っていう自然環境の環境で、もう一つが、感じる、心で感じる、感じる感と、今日は、教育の教を使っています。でこれは今いろんなことに感動したり、心を動かすようなこと、それをもっと大事にしようよっていう、身の回りのこと、さっきダンスでしてくれたみたいに体全身使って自分がやった感を達成したりとか、そういったその感じることをもう一回考えていこう、そういう提案をしていきたいって思うっていうことを、伝えていきたいということです。それから3つ目は間、ま、この感と、それから、協力の強化、人との関わり方ってすごく大事なんで、大事だったっていうことをずっとお母さんたちも言ってみました。改めてその人との間を見たり、それからお互い助け合うことの大事さとか、そういったことを一緒にできるようなことを、これからいろいろ小野くんが伝えていこうという活動を始めました。でその第一弾が、環境問題のところに一つアクションしようということで、今日、12時、40分この後ですね、この後ワークショップとかでもやってるんですけども、洗剤、環境に優しい洗剤、それから消臭剤っていうのを企業さんと一緒にコラボして、環境を、身の回りの環境を考えるような、そういうきっかけを提案していこうということを今、進めています。詳しくはまたですね、小野くん、まあ、時間があるときに興味があればですね、またポスターに見落としていただいたり、ホームページにも書いてありますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、私は以上です。以上で、はい、はい、はい、では、もっとすごいんだ。